CGN テレビをご覧の皆様、こんにちは。北海道プレイズリポーターの札幌福音自由教会伝道師、梶よし子です。今回北海道発信のレポートは、来る5月9日から11日に開催されます北海道希望のフェスティバルです。このフェスティバルは、世界的伝道団体ビリー・グラハム伝道協会による協力のもと、ビリー・グラハム氏の第4子であるフランクリン・グラハム氏をメイン講師にお迎えして持たれます。ここ北海道において、これほど大掛かりな宣教大会は今までかつてなく初めての試みです。場所は北海北エールという会場で、地下鉄駅から外に出なくてもそのまま会場に直結しているような好立地にあり、1万人収容可能のスタジアムです。これまで大きな大会は札幌市に集約されていましたが、今回は全道を視野に展開されています。そのため強力な助けとなっているのが、シャトルバスの運行で各地域から参加者を会場までお連れします。また、フェスティバルの模様はライブ中継され、遠隔地にまで福音が届くように工夫されています。教団教派のグループの枠を超え、3年前から祈りが積まれました。1年半前に実行委員会が結成され、準備に取り掛かり、この日を迎えようとしています。北海道民すべての人に福音を伝えようを合言葉に、今まで共に祈り備えてまいりました。特に大会前1年間には、北海道の各地域に本大会を応援してくださるゲストを多数お迎えして、レーナ・マリアさん、アルフィー・サイラスさん、元日本ハムファイターズの監督トレイ・ヒルマン氏、ニューヨークタバナクル教会の主任牧師ジム・シンバラ氏、全米でとても有名なギタリストのデニス・アガジャニアンさん、これらの応援のもと、素晴らしい集会が持たれ、大会のアピールをしてきました。各教会におきましては、弟子訓練のセミナーやクリスチャン生活と証しコースに、多数の教職者信徒が参加して、教会の垣根を越え、互いの教会に行き、福音宣教のために協力して整えをなしてきました。このような大会前の準備の段階から、恵まれ共にキリストの教会を立て上げていくご奉仕に預かり、喜びと感謝の中に本番を迎えようとしています。願わくばこれがスタートとなって、教会協力による福音宣教が今後も継続し発展していくことを願ってやみません。皆さんにこの一つ、大会初日の5月9日のレディースランチョンには、すでに860名の申し込みが来ています。続く5月10日の子ども大会、夕方のスペシャルプログラムであるジーダスストーリーには、人々の高い関心がうかがえます。以上、北海道から梶がレポートいたしました。